ババチャンネル。大学時代の得意料理はしゃぶしゃぶでした。ババです。よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、たくさんの方が、帰省などを自粛されているかと思います。大村市では大村市出身で県外に住む学生の皆様を応援する取り組みとして、大村つながるプロジェクトというものを過去に2回実施してきました。そして今回、その大村つながるプロジェクトの第3弾が8月20日から受付を開始いたします。はい、今回も大村の新鮮な野菜やフルーツ、お米の中から、自分の好きなものを選んでいただくことができます。僕も7年前までは、長崎県を離れ県外で学生生活をしていたわけなんですが、今回私が勝手に、僕が大学生だったら何をどのコースを選ぶのかっていうのを勝手にランキングしていきたいと思います。ババチャンネル。それでは第3位はお肉セットでございます。お肉ですか。おー、お肉3位ですね。冒頭に述べさせていただきましたけれども、私大学時代ですね、得意料理がありまして、しゃぶ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 が得意だったんですけども、茹でるだけでぴったりですよね。家事はと申しますか、料理はですね全然しなくて、鍋とか本当そのしゃぶしゃぶとか、あとはもうカップラーメンとかですね、ちょっとあんまりちょっとですね家事の方はやってなかったんですけども、そんな僕でも簡単にできるということで、3位がお肉ということになります。はい、それでは第2位はお米肉セットです。あ、やっぱ肉肉。はい、こちらの理由はですね、セットを、ここら辺に写真で出させていただこうかなと思ってるんですけども、内容といたしましては、ウインナーとかですね、ハムとか、あとお米ですねも入っているということで、こちらですね、調理が簡単ということが、選んだポイントになるわけなんですけども、3位に引き続きにもそういった理由にはなるんですが、プラスして、卵もですね、こっち入っているということで、朝食にですね、卵とウインナーよく焼いていたので、ちょっと実用的かなと思いまして、こちらを2位にさせていただきました。はい、ババチャンネル。そしていよいよ気になる第1位はフルーツセットでございます。おー、フルーツ来ました。皆様そろそろお分かりいただけたんじゃないかなと思うんですけども、こちらにまたセットの写真を、上か下かにあると思うんですけども、見ていただければ分かる通り、調理が必要ないですよね。確かにということで、こちらを選ばさせていただきました。そしてやっぱ学生時代ですね、外食とかですね、コンビニ のご飯をよく食べていた記憶があったんですけど、こういったフルーツとかそういったものっていうのがなかなか食べる機会もなかったんですし、大ちゃんの調理がいらないということで、調理いらないです。こちらを選ばさせていただきましたという理由でございます。はい、おめでとうございます。第1位フルーツセット。で私の大学生時代を想像した時にのランキングなので、皆さんどれを選んでいただければすごく私も今後楽しみになるんですけども、ぜひ皆さん、応募よろしくお願いいたします。はい、ここで、私みたいにもう学生じゃないよという方に朗報がございます。こちら、大村市のよかもんを集結したいオンラインショップ大村マーケットの送料無料キャンペーンが8月にこちら、大村市のよかもんを集結したオンラインショップ、大村マーケットの送料無料キャンペーンが8月いっぱいまで実施中ということです。はい、大村市の特産品を自宅に手軽に、お届けしておりますので、こちらもぜひ
概要欄をチェックよろしくお願いいたします、はい、キャンペーンですね。キャンペーンですね。キャンペーンですね。大村市は頑張る学生さんを応援しています。お申し込みよろしくお願いします。大村